演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。冷やして食べるって言って、麺使うんですよね。この分とか別途温かいのがありまして、で、なんか冷やして食べるって書いてあれ電子レンジでこう温めてた方が書いてるっていう、どっちなんだよ、別婚かしらなと思いますね。それでは、こんな風に真っ黄色になってますね。これは冷やしてあるのかな。ではいただきます。瞬間にフレンチトーストしたラムチの甘さが瞬間にそもそもで広がってくるんですが、やっぱり冷やすにあるのなんてちょっと思ってましたね。冷やさなくても十分美味しいのですから。なので冷やすというのは意味がちょっとわからないので、フレンチトーストは美味しいのですが、こちらも提供させていただきます。冷やす意味が知りたい。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部全部